これでよしっと。あら、あなたがルフィの言ってた見習い君？レディの花園に足を踏み入れるなんていけない子ね。あんまりジロジロ見てるとただじゃ置かないわよ。ああ、部屋に人が増えたからかな。なんだか暑くなってきちゃったなんてね。ま、せっかくだししばらくの間ゆっくりしてって。ねえ、何かお宝の情報知らない？そういえばロビン、またブルックがお風呂を覗こうとしてたの。懲りないわね。あなたも気をつけて。黒焦げになりたくなかったらお風呂には近づかない方がいいわよ。本当は男子禁制なんだけど、今日は特別に許してあげる。あら、おい、みんな今すぐ集まれ。ん？ルフィの声だわ。表で何かあったみたいね。ロビン、行きましょう。お願い、あなたも来て。